しなやかな虎を塗ります。虎は黄色と黒のしましまが特徴です。下絵の黒線に沿って茶色を強く濃く塗ってください。みんなの塗り絵部の塗りの順番は、暗い濃い色から先に優しく塗っています。次に中間の色を塗っています。そして最後に一番明るい色を塗ります。今回も左の見本のように完成させたいので、少しずつ色鉛筆を動かして毛並みを整えながら塗ります。みんなの塗り絵部の動画は、そこで使う色鉛筆を見やすいところに置き、一本ずつ取りながら塗り進めています。次に、だいだい色で先に塗られた茶色の上に同じ力で重ねます。ポイントは少し広めに塗ってください。広く塗りすぎても大丈夫。消しゴムで消すことができます。この虎はメスなので優しくしなやかな塗り具合に挑戦しましょう。最後に黄色を薄く塗っていきます。力は入れなくても大丈夫。黄色はとても発色がよく、少し塗っても目立ちます。それでもまだまだ余白、塗らないところがありますが、これは大人の塗り絵なので、端までは塗りません。みんなの塗り絵部の動画は画面上に丸い色指示がどんどん現れますので、その順番で塗っていただけるのも特徴です。お顔はピンクで少しだけお化粧をします。細かいところは色鉛筆を削って尖らせた方が上手に塗れます。ブルーの目玉も忘れずに。出来上がりです。ここでなぞなぞです。9匹の虎が乗っている乗り物は何でしょうか。虎が9で、トラックです。お疲れ様でした。